久保さん、無色透明っていいっすよ、ね、でもそもそも僕たちって生まれた瞬間は無色透明だったんですよ僕の好きな言葉がありまして吉田松陰さんのね言葉がすごく好きなんですけども吉田松陰はこう説いてますまあ一語一句はねこ合ってないんですけどもえっ、ー、と本の一節の中にねあのー、人はなぜ学ぶのかという問いがあるんですよ人はなぜ学ぶのかとで あの人に対しての思いやりだったりとかねぎらい親切、まあ、いろいろな道徳心だったりとかいろんな考え方があるんだけどもあの本来僕たち人間っていうのはそういうのを学ばなくても本来は持っていたと大人になればなるほどそれを忘れてってしまったとだから 私はそれを思い出すために学ぶんですみたいな問いがあるんですよ。これはね、すごくしびれましたね。うん。もともとその、なんだ、うーん、これね、動物とかのあれでもそうなんですけども、まあよくテレビとかでたまに出たりとかす,する場合もあると思うんですけど、例えばその、犬が、犬、ワンちゃんが猫の赤ちゃんをこう、なんか、 こうあの育てるみたいな,な可愛がるとかわ我が子のようにねわかります人種違いますよねわんちゃんと猫ちゃん違うわけじゃないですかまあ、これは他の動物でもそういうパティンあったりとかするんですけども要は動物でもその目の前の赤ちゃんをこう守ろうとする本能みたいのがあるわけですよしかもそれ人種問わずねすごいことですよねこれって 要は動物にあるわけですよ <laughs>。もちろん弱肉強食っていう側面もありますよ。そういうその厳しい世界の反面もあるんだけども、一方でそういうのもあるんですよ。だからその、じゃあ人間はそれを持ってないのかっていうと、動物が持ってて人間が持ってないってことはありえないですよね。だって動物より人間って優れてるはずじゃないですか。ね、ゾウさんライター作れないですよね、ゾウさんロケット作れないし。 キリンさんもいまだになんかあのライター作れないですよね。うん。だから人間が人類で一番、まあ、知恵があるというかねう、動物の中では知恵があって、今までいろんなものを発明してきたりとかできるんだけども、だけど、まあ、忘れてしまったと。まあ、だから成長の過程で忘れてしまったというところでございますよ。だから勉強して、そういうのを思い出していかないといけない。あ思い出すだけに勉強するのか。 でも大変なんだなっていうね、なんか深いなっていうのはすごく感じましたね。だから吉田松陰やべえなと。だからその僕一生、僕一節で吉田松陰がすげえ人だっていう僕は感じましたよね。他にもいろんないい言葉、教えはあるんだけども、僕はその、なぜ学ぶのかという問いに対しての回答の吉田松陰のその言葉がね、本当にすごいなと思いましたね。確かにっていう。 だから学び続け、だから学び続けないといけない。人間は忘れるからっていう。だから僕もそうだと思います。忘れるんですよ。人間っていうのは、大事なところうん。だからそれを思い出すために、やっぱ勉強して、あのーうんあ、磨かないといけないですね。うん。はい。いってらっしゃい。